大航海時代のポルトガルのキャラベル船あるいは、カラベル船は、およそ3本のマストを持つ小型の帆船であり、高い操舵性を有したことなどから、探検活動が盛んとなった15世紀に主に、ポルトガル人とスペイン人の探検家たちに愛用された。15世紀に、ポルトガルの国家管理の下で開発されたが、詳しい開発経緯、時期などは明らかではない。また、名前はポルトガル語のオーク材に由来すると言われているが、こちらも正確なところは定かでない。キャラベルラティーナほぼ同時期に登場しているキャラック船は、当時の造船技術において一つの技術的到達点を示したものと言えるが、万能というわけではなく、必ずしもキャラック船を用いるのが適切でない場合、目的というものも一方で存在した。当初、スペイン人やポルトガル人の探検家は、キャラック船を用いて、西アフリカ海岸や大西洋へと漕ぎ出していったが、キャラックのように巨大で重装備を誇る大型船は、特に航行の精度を保つという点において要する人員数においても、労力の点でも負担が大きく、未知の海域での調査という目的に必ずしも向いているものではなかった。間もなく、探検家たちは100トン前後の軽キャラックや、地中海用の軽やかなラテンセールを備えたキャラベルのような小型帆船を好むようになる。より小型の船を用いるようになったことで、それまでは座礁の危険が高く困難だった沿岸の浅瀬や河川を探検することが可能となった。また、キャラックのような大西洋での航行速度に重点を置いた大きな正方形の帆ではなく、キャラベルは小回りを重視した地中海用のラテン帆を備えたため、浅瀬での活動を迅速にするとともに、風を自在につかむことをも可能とし、操舵性が極めて優れていた。このように、キャラベルは、当時の冒険家が求めた、経済性、速度、操舵性、汎用性といった要素を満たしており、この時代の最も優れた帆船の一つとしての地位を占めるに至った。初期のキャラベルは、全長20メートルないし30メートル、重量およそ50トン程度で、2本のマストを備えたものがポピュラーであり、全長と全幅の比は 3.5、1となっており、バランスが良く、高い速力と機動性を両立した。当時のポルトガルにより、造船技術、理論の域が凝らされており、全部のマストに巨大なメインセールを用いるというのも、造船アプローチとしては新しいものであった。15世紀の末頃になって、希望本ルートが開拓されると、必然的に遠洋航海の必要性が高まり、3本のマストを用い、キャラックと同じく、フォアマストとメインマストにスクエアセール、水マストにラテンセールという組み合わせが、キャラベルにも取り入れられるようになる。初期の船と後期に登場した船は、備える帆によって区別することがあり、初期からあるラテンセールを使っているものは、キャラベルラティーナ、後に登場した、スクエアセールを使っているタイプはキャラベルレドンダと呼ぶ。いずれもキャラックとは異なり、高く持ち上がった船首楼、船尾楼は持たない。1492年のコロンブスによるアメリカ大陸への航海に際して参加したのは、旗艦としてコロンブスが乗り込んだキャラック船サンタ・マリア号と、それに随伴したキャラベル船ピンタ号とニーニャ号の3隻である。サンタマリア号は、後世でこそ名高いが、速度が遅く、航海中に2隻のキャラベルに置いていかれることも、しばしばであったため、コロンブスには好かれていなかった。そのため、同船がアメリカ沖で座礁した際にコロンブスは、ニーニャ号に喜んで移乗し、ヨーロッパにもキャラベル船であるニーニャ号に乗ったまま、帰還した。ロースプリーメロスプロタティポースでカルベラ最初期のキャラベル、エンリケ航海王子が、ヌーのトリスタンに与えたピンタ号、コロンブスのアメリカ大陸体験航海に随伴したキャラベルレドンダ、3本マスト、ニーニャ号、コロンブスのアメリカ大陸体験航海に随伴したキャラベルラティーナ、4本マスト。ありがとうございます。